クラウディオ・パウル・カニーヒアは、アルゼンチン出身の元サッカー選手であり、元同国代表。ポジションはフォワード。アルゼンチン代表として、50試合に出場した。カニーヒアはフ、FIFA フワールドカップに3度出場し、ライバルチームである CA リーベルプレートと、ボカジュニアーズの双方でプレーした。フィジカルの強さと高い技術力を兼ね備えた、ストライカーであり、 スピードの速さで知られていた。サッカー選手としての活動を開始する以前には、地方の競技大会の100メートル走などにも参加していた。彼は高い得点力に加えてアシストなどチャンスを創出する能力にも優れており、そのためしばしば司令塔やセンターフォワードなどのポジションでもプレーした。1985年にリーベルプレートのトップチームに昇格。 当時から瞬間的なスピードとドリブルの技術で知られており、1986年には国内リーグコパリベルタドーレス、インターコンチネンタルカップコパインテラメリカーナ優勝を経験した。1988年にイタリアのエラスベローナ FC へ移籍し、1989年からはアタランタ BC でプレー。1992年にエースローマに移籍し、 コパイタリア準決勝では AC ミランを破るゴールを決め決勝進出に貢献した。1993年3月21日に行われた SSC ナポリ戦後の尿検査の結果コカインが検出されリーグの懲罰委員会により13ヶ月の出場停止処分が課せられた。処分明け後の1994年8月ースローマと 大手食品会社のパルマラットとの合意により、ポルトガルの SL ベンフィカへ移籍。UEFA チャンピオンズリーグ1994から95では、チームのベスト8進出に貢献した。1995年1月、リーベルプレートと、伝統的に、ライバル関係にある、ボカジュニアーズへ移籍した。代表のチームメイトであるマラドーナと共にプレーし、 自身のキャリアの中でも充実した時間を過ごし、1998年5月31日に、行われたヒムナシアイティロ戦を最後に退団した1999年8月、セリエ B に所属していた古巣のアタランタ BC と契約したが、監督の序盤にババッソリとの意見の相違を理由に、1シーズン限りで退団。2000年10月、スコットランドのダンディ FC と契約。 ランディーでは、好調なプレーを維持したことから、2001年1月に、契約期間を2年半に延長した。2001年5月、スコットランドのレンジャーズ FC と契約。レンジャーズでは、スコティッシュプレミアリーグ、2度のスコティッシュリーグカップ、2度のスコティッシュカップ優勝に貢献した。2001から02シーズンのスコティッシュリーグカップ決勝。 エアユナイテッド FC 戦では2得点を挙げる活躍を見せた。2003年にカタールのカタール SC でプレーをした後、2005年に現役を引退した。2012年6月、イングランドキューブリーグのウェンブリー FC で現役復帰を果たし、レイパーラー、マーティン・キーオン、グレアム・ルソー、ブライアン・マクブライドラと共にプレー。同年、再び現役を引退した。 1990FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ブラジル代表戦でのカニーヒア。アルゼンチン代表としては1987年6月7日に行われたイタリア代表との国際親善試合でデビュー。同年6月から7月にかけて母国アルゼンチンで行われたコパアメリカ1987のグループリーグ第2戦、エクアドル代表戦で 初得点を決めた。1990年にイタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップではディエゴ・マラドーナと2トップを組み決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦ではマラドーナのスルーパスからブラジルを破るゴールを挙げた。自身は後のインタビューで私のキャリアにおいて最も重要な得点だ。なぜなら長年にわたる ライバルチームとの対戦で終始劣勢に立たされた状況の中で挙げた得点だからだと語っている。準決勝のイタリア代表戦でもヘディングシュートを決め決勝進出に貢献したが、この試合で不要意なハンドを犯し、累積警告により決勝戦の出場は叶わなかった。このハンドについては私のキャリアにおいて最も挫折を味わった。 瞬間の一つと語っている。翌1991年にチリで開催されたコパアメリカ1991では新たに代表入りをしたガブリエル・バティス・ゥータとのコンビで優勝に貢献。自身はグループリーグの初戦のベネズエラ代表戦、第3戦のパラグアイ代表戦でそれぞれ1得点、合計2得点を挙げた所属クラブでのコカイン服用の 処分のためコパアメリカ1993の優勝メンバーには名を連ねることはできなかったが、処分明け後に代表に復帰すると、1994フ、FIFA フワールドカップグループリーグ第二戦のナイジェリア代表戦で2得点を挙げる活躍を見せた。続く、グループリーグ第三戦のブルガリア代表戦は怪我のため途中退場、決勝トーナメント一回戦のルーマニア代表戦では、 出場機会はなく、チームも敗退した。アメリカ大会後、新たに監督に就任したダニエル・パサレラから、選手たちに課せられていた、挑発禁止令について、これを受け入れる意向を示し、1996年には3試合に出場した。その一方で、同年7月7日に行われた1998、FIFA ワールドカップ、 南米予選のペルー代表戦を最後に出場機会を失い、本大会の代表入りを逃した。その後、6年間にわたり、代表から遠ざかっていたが、2002年2月に、監督のマルセロ・ビエルサのもとで、代表復帰を果たし、ウェールズ代表とカメルーン代表との国際親善試合でプレーした。2002FIFA ワールドカップのメンバーにも選出されたが、 怪我のため出場機会はなく、グループリーグ第3戦のスウェーデン代表戦では、試合中の判定をめぐりベンチから抗議を行った際、主審のあり、無事債務から退場処分を受けた。ありがとうございます。